でかい顔に見つめられ、どうもタクタクです。はい、というわけで今回もベルトお菓子の家やっていきたいと思います。今回はね、この部屋から出たらどうなっちゃうのかっていうことで、まあ、前回いいとこで切っちゃったんですけど、ちょっとどうなっちゃうんですかねこれでも本当に、あ、そう、所持品をちょっと最近見えなかったな。あ、来た、マルガレーテのピアス、いきますよ、せい。これは黄色ですか、黄色のピアス、ハンスと片方ずつ分け合ったもの。お、ということはハンスも同じのを持っていると、つけていると、今現在も、そういうことでいいのかな。うん、まあいいや、よし、いきますよ、せーの、ここを出ります、せーの、はい。目が赤くなった。追いかけてくるわけでもない。道ができている、道ができているよ。とにかく行くか、こっちだよね。なんだこれ、牢屋みたいな、鉄格子みたいなのがここにあるよ。どうなってる。なんでこんなのが何個もあるんだ。なんだこのマップ、明らかに作りがおかしいぞ。なんだ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 。半透明のトマトシチューの中に子供の人影が見える。君なの、一緒に遊んでほしいのは。意味わからん、何の話かさっぱりわからんな。そうだよね、見たところ君は大人だし僕らと遊んだって楽しくないだろうね。おかしいな、確かに女の子の声がしたのにな。ヘンゼルっていうのはお前か。ヘンゼル、僕を知っているの。あ、似てる、に、似て食べられるみたいな言ってたね。魔女に食われたヘンゼルなんだな。そういう君は誰なの、ここで何をしているの。ハンスだ、妹を探している。君にも妹がいるんだ、迷子なら心配だよね。残念だけど僕はこの通りお鍋の中から出られないから何も見えないんだ。多分グレーテルの方が周りもよく見えるだろうし、聞いてみてよ、かまどの中にいるよきっと。そうか、わかった、助けてやれなくてすまん。どうして君が謝るのさ、助けてもらおうなんて思ってないよ。僕らは呼ばれて目覚めただけだ、目覚めただけなんだから。そうか、かまどの中を見ればいいのか。そしてここじゃないみたいな、あ、これか。なんだろう、選ばれた。かまどの中で何か描かれている、まあグレーテルでしょうね。焼け焦げた子供の口から金属棒が差し入れられ、体内を貫通し股の間に抜けている。いやー、もう想像しただけで痛いしひどいし。金属棒は物干し竿のように水平にかけられて、丸焼きの子供を洗濯物のように吊るされた状態だ。あ、もう 絵が出てこなくてよかったわ、本当に。グレーテルか。そうよ、あなたはよく喋れるな、そんな状態で。ハンスだ、妹を探している。ハンスはお兄ちゃんなんだ、ヘンゼルと同じね。妹を見なかったか、俺と同じ黒髪で。知らない、あなたみたいに黒い髪の人初めて見たもの。そうか。あなたマリアを見た、マリア・マグダレーネ。いや。そう、よかった、気をつけてね。とっても優しいふりをしてすごく恐ろしいことをするのよ。絵本に出てくる魔女は醜いおばあさんって話だけど、マリアは美人な女の人なの、騙されちゃダメよハンス。そうか、気をつける。それからエイミーが遊び相手を探しているから気をつけてね。エイミー、誰だそれは。可愛い女の子よ、遊んでって呼ばれたから大喜びしているの。小さい子って加減がわからないでしょ。私が遊んであげられない、あげられたらいいんだけど、この格好じゃね。そうだな、ガキの相手は面倒だ。ごめんね、妹さんのこと知らなくて。お前が謝ることはない、気にするな。ありがとうハンス、
あなたと話せて嬉しかったわ。そうか。手がかりなしか。いや、マルガレーテのピアスがあったのだから、この近くにいたことは間違いないだろう。早く、早く見つけなければ。柵の向こう、また景色が変わってるな。マジか。さっきの、檻かなみたいな思ってたところですよね。あ、僕話かな、どうなんだ。グレーテルと話はできた？お、できたできた。あ、終わっちゃった。一応、もう一回聞いてみるか。焼かれ続けている。静かに焼かれ続けている。まあまあ、行くか。景色が変わったと。ん？お、また赤ん坊の声は。また声が。どっからだ？ん？なに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 ？なになに？なに？大きい赤ちゃん？赤ん坊か？ルール説明、またかよ。エイミー？あ、言ってたこれか。追ってくるエイミーからひたすら逃げてください。彼女に捕まるとゲームオーバーになります。行く手を阻む檻の扉は、決定機を連打することで壊すことができます。扉によって強度が違います。壊れるまで連打し続けてください。はい。今回も、はい、親切設計。行くぞ！記憶する。うおーい、おい、おい、おー、ここか。うおー、早く回転。20何秒あけ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 よ。これ襲ってこない、すごい襲ってきてるように見えるんだけど、これもうダメなんじゃない、本当は。早く早く、あと10何秒。あ、これどうなんおお、終わりが見えたら終わり。ああすごい連打してるけど、早く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 入ってくれ、早く入って、やばい、早く、全然開かない、全然開かない、終わった。セーフ、セーフか。どうしたくそ、どうすれば。明らかな行き止まりだよ、これ。はい、光って。また。どうした。闇の中。はい。ああ、動けるよ。いや、もう、でっけえ赤ちゃん、でっけえ赤ちゃん、来たね。お、なんだ、またか。ちょっと、雰囲気が変わったな。色が、草の色が違う。古い日記帳からなぜか懐かしいオルゴールの音色が流れている。はい。出た。マリア・マグダレーネの日記。12歳。ちょっと大人になりましたね。はい。読みますか。読む。うん。隣の家のエイミーが大きくなった。なってきた。はい、はい、はい、はい。あの子だ。そして、あのエイミーだ。エイミーって赤ん坊になったんだね、うん、隣のおばさんは私がエイミーとすっかり仲良しだと信じてる。エイミーがいなくなっても絶対に私が殺したんだって気づかない。明日森の中にエイミーを連れて行こう。誰にもバレない、絶対に大丈夫。なんて恐ろしい。おい、マジか。森でエイミーを殺した、マジか。おい、声を出せないよう口に布を詰めて麻袋に入れて運んだけど誰にも見られなかった。心配して損しちゃったくらい簡単に連れて行くことができた。恐ろしいよ。初めて人を殺した。とてもワクワクした。森の中にボロ小屋を見つけた。今は誰も住んでいないみたいだけど、ちょっと変わった家だった。暖炉の中に秘密の通路があって、地下室に続いていたの。なんだかすっごくドキドキした。私の隠れ家にしちゃおう。森の中の秘密のお家。今度はあそこでやってみよう。ハンス。恐ろしい。な、マルガダレ、な、まあもう名前覚えてねえや。マルガレテ！なのか。ハンスってば、本当に頭がおかしくなっちゃったのね。何がで、ね、私の顔もわからなくなっちゃったんだ。マルガレーテ、なんだな。ハンス。
なんでお前は透明なんだ。男に行くとして、右、左。ハンス、どこに行っちゃったの？怖いよ、ハンス。マルガレーテ。一人にしないで。マル。マル。マル、山くん。お。あ、ない、ない。おーおーおーおお。ここもなんか血生臭い匂いがするぜ。なになに、ここは。まあ、なんか食事中だったんですかね。食事中。後ろのなんか、とこは、おーおお、ほほ、何を調理して食べたのかな、これは。あまり想像したくないけど、ちょっと調べてみようか、食べ物。チョコレートクリームとチェリーで飾られた、キルシュトルテがある。はい、美味しいんですかね。キルシュトルテなんておしゃれなもの食べたことないけど。はあ、花はしおりかけていると。これはパイかな。リンゴのたっぷり入ったアップルパイだ。ほのかに蜂蜜の香りがする。うまそうだな。ワインを、模した子供用の甘いぶどうジュースが置かれている。子供のパーティーだったのかな。ケーキみたいなのもあるな。お、大きなショートケーキがある。うん、汲まれた水は、澄んでいる。まだ新しいものだ。火にかけられた鍋から野菜の煮込まれた、甘い香りがする。鍋の中を覗いてみますか。覗こうか。じゃあ覗きましょう。細切れの野菜が浮かぶ半透明のスープに大きな骨付き肉が沈んでいる。ちょうど子供のふくらはぎのようだ。マジかよ。かえしてないね。どうした？どうした？見ない方がよかった？あ！なに？あ！なになに？誰？誰？なになになに？足のない少女。返して。私の足お願い！どうした？先ほどまでに出会った少女の、体の欠けた動物たちや子供たちと違う。なに？違う！子供たちと違う。この少女はまだ生きている！くっすよ。なになに、逃げなきゃダメなの？助けてあげなよ。いや、そういうことじゃないか。両足のないさ、少女でもさ、なんかし、なんつうの、こう、そこから血がもう出ないように、なんかね、きつく縛ったりしたり、なんか、セーフじゃない。ちょっとルール説明を読もう。両足のない少女が血が尽きる前に、この部屋から脱出してください。彼女を救う方法はありません。もうごめん。俺の、そういうの、聞かなかったかもしれません。ハンスは混乱して、正常な行動が取れない場合があります。行動選択には注意が必要です。何が起きるのこれ。記録する。逃げるんですかね、とにかく。うおー、何これ。逃げればいいの。何これ。普通だけど。ちょっと近寄ってみようか。やめて、食べないで私の足を。私の。急に血だらけになっちゃったな。何？助け、お願い、私、オタクな女子の略ですか？すいません。何？なんでこんな、今日、お誕生日か。お誕生日なのよ、私。私の、なのに。ちょっと、上行こう。上階に抜けるためと思われる穴が、分厚いガラスのようなもので塞がっている。このガラスさえなければここから出られるかもしれないが。おおおお、ついに。痛いよ、助けて。パパ、ママ、私。どうすればいいんだよ、こんな状況。あ、こっちに行けばいいのか。あ、いけない。鍵穴がこちら側には、こちら側にある。
鍵さえ見つかれば向こうへ行けそうだ。あ、鍵を探すのか。鍵はどこだ？鍵はどこだ？鍵はどこだ？どうして？私何も悪くないのに、どうして？何？処女に襲われるのか、これ。よく見ると、秒針が何かに引っかかって止まっている。鍵だ！お！ラッキー。文字盤のガラス蓋を開けることができない。鍵がかけられているよ。鍵を手に入れるには鍵が必要なのかな、これは。くそ、いまいましい！こんなもの壊してしまえば！痛い、返して。ね、私の足を返してよ。ねえ。これか？この中に入ってるとか。鍵はどこだ？鍵はどこだ？鍵はどこだ？あ、う、痛い。足がないの。ねえ、返して。あ、鍵あった、ここに。椅子の下に小さな鍵が落ちている。これは？壁時計の鍵を手に入れた。じゃあ、ここで、これを使って、開けて。よし、これで。はい、鍵束を手に入れた。じゃあ、これで脱出しましょうか。鍵束の中から地下牢への鍵を使った。はい。冷静な行動ができなくなるかもしれない。これは冷静な行動だったのか？おほほほほ。また全然違うところに出てきたな。ここは。かんない。わかりませんが、はい、記録をしたということは、一旦この辺で切りたいと思います。ちょっと、黒いっす。 いやいや、もう説明あったけどさ、黒すぎます。はい、というわけで、この続きをまた、次回ご覧ください。更新情報は Twitter、あとは YouTube 登録しておくと反映されます。 反映されますので ぜひチャンネル登録、Twitter の登録もお願いします。というわけで、また次回ご覧ください。ではまた。